はい、今回は最近始めた新しく始めたアプリのバンドリーガールズバンドパーティーガルパですね、はい、の、ガチャを回したいと思います。そうなんですよ、最近ね始めて、でも配信日の月、あれちょっといつだか忘れたけど、まあ数日後くらいに始めてまして、なんかねすごいみんな楽しそうにしてたんで、私もちょっとダウンロードして、はい、最近楽しく遊んでます。はい、楽しいです。そしてなんかあのキャラとか初め全然分かんなかったんですけど、なんかやっぱねストーリー読んでくとすごいなんかねちょっとキャラに愛着というか、なんというか、あこの子可愛いみたいなのがねやっぱ必ずこう出てくるんですよね。個人的にはストーリーか、はい、まあ、あのポピッパも可愛いんですけど、あとアフターグローとかね、あのパステルパレットとかロゼリア、ハローハッピーワールド、今はこの5組のバンドがいるんですけど、まあ私的にはねちょっと、いやでもみんな可愛いなみんなそれぞれなんかね、いいですよね。その曲とか、曲なんかやっぱこうハローハッピーだったらこうなんかすごいもう弾ける感じで可愛いし、もうロゼリアはね確かに曲はすごいかっこいい、もう曲かっこいいですよね。カバー曲とかすごい、魂のルフランとかすごいかっこいいし、いやパステルパレットね私結構好きです。もうなんかもう可愛らしいアイドルっぽい感じで、イブちゃん可愛い、うん、でアフターグロー、アフターグローもねいいですよねはい、もうひまりちゃん好きですね。ポピパもね曲いい、まああのはいガチャ引きましょうまああの終わんないから。そうで今ねちょうどイベントやってまして、今こんな感じですけれども、そう今日から始まって5万円以内に入ればこのかすみちゃんのね星さんがもらえるみたいなんで、ちょっと頑張って5万円以内にはちょっと入りたいと思ってます。はい、そして今回のガチャ、はい、アリサが来てますね、星4。ちなみに私ね星4持ってないんで、星さんのカオル様とねあのカノンちゃん持ってるんですけど、星4持ってないんで、ぜひこのアリサが欲しい。あとねあのかわいい、あーいいなね、特攻にもなるしねイベントので。ココロちゃん、ココロちゃんもかわいいですよね。スコアアップだしかわいい。そしてイブちゃん、え、かわいいなんかね、イブちゃんのね、すごいあの、なんかね、顔が好きなんですよかわいいですよね、まあ、みんなかわいいですけれども、まあ、とりあえず1日1回の優勝ガチャからガチャッと引いてみたいと思います。はい、でこのローディングね、なんかあんま長すぎるとなんかかぶりらしいんで、多分これかぶりだと思いますね多分ね、あ、あれニューだランがニューで来ました。やったね、ニュー嬉しいですね。よし、では10連いってみますか。頼む、お願い、星4が欲しいですよねやっぱり、うん、虹色お願いします。はい、何色かな、まあ、星、おー来た、虹来たやった、初の星4、マジ誰、ソイ、頼む、あ、はぐみちゃん、かわいい、はい、あ、マジ？これもしかして、きたアリサ、マジ？え、嘘、めっちゃ嬉しい、え、超かわいくないですか、これ何食べてんの、え、あ、え、パンと海苔巻きすごいな、え、かわいい、嬉しいです、やりました、初の星4、つぐみちゃん、あ、これあの星さんの、やったぜ、ありさ祭りじゃない、かわいい、やった、あ、いいですねミシェル、あ
あ、いいよね、かわいい。あ、カオル様、カオル様ね、好きなんで。はい、やったー。お前、お、ちょっと待って、止まらない、止まらない、マジかマジかまさしくありさ祭り、マジか。え、やったー、やりました、ありさ。あら、あ、押してもなんないのか。いや、まさか初の星音、嬉しいですね。ちょっと早速入手ず、あ、こうか、こうすればいいのか。やったー、いや嬉しいです。いや、マジか、超かわいい嬉しいです。ちょっとレベル上げよう。全然足りない全然足りないけど、ちょっと頑張って、はい、育てていきたいと思います。アリサ星さん、やったね。こっちも可愛いですね、嬉しいです。こっちはあれか、ミッシェルシールになったのか。交換していいんですよね、これ。これね、あの被ったカードがね、たくさん揃えば、なんと星さん以上の確定チケットと交換できるみたいで、すごいお得だと思います。はい、ということで、今回初めての星4のアリサが来てくれました、ありがとうございます。ちょっとこれでね、より一層イベント頑張りたいと思います。はい、ね、ココロちゃん可愛いねということで、はい、それではありがとうございました。ちょっとね、これからバンドリーもね、ちょこちょこ頑張っていきたいなって思います。はい、それではありがとうございました。